野球の YouTuber あどうでもそんなええけどええけどあポケドーの検証シーズ超プロ野球ウルトラ出場選手でチーム組んだら3年後には超エグい成績残す説を検証。2023年1月8日シーズンオフの恒例超プロ野球ウルトラがオンエアされ、12球団の選手たちがさまざまな種目でしのぎを削り合った。さて今回の出場選手だが、全体的にここ数年で成長を見せている若手選手が多く、彼らだけでチームを組めば3年後にはウルトラエグい成績を残すチームになるのではないだろうか。今回はそれを検証してみよう。視聴者の皆様、このチャンネルも3年後にはウルトラエグい登録者数になりたいので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回2022年度に行われた超プロ野球ウルトラの出場選手を改めて紹介。まずは投手から。宮城大弥、東浜直、水上義信、西口直人、小野文也、上沢直行、高橋奎二、今永翔太、湯浅敦樹、大勢、大瀬良大地、高橋宏斗の12名。先発、中継ぎ、抑えがしっかり揃っており、かなり強力な布陣である。続いて野手、北亮と、三森雅樹、風年輝、島内博明、松川光、松本剛、村上宗隆、牧秀悟、佐藤輝明、大城匠、坂倉翔吾、岡林勇気の12名。こちらも率の残せる選手から大砲タイプにラッチヒッターなど豪華なメンバー。そして陸上選手との対決企画ウルトラスプリントマッチに出場した4名の選手も招集。佐野光大、高部明人、並木秀隆、中野拓夢の4名。これでスピード面もバッチリである。以上の24名プラス4名の28名で超プロ野球ウルトラ連合を結成。番組の収録場所が大阪城ホールということで、本拠地は京セラドーム大阪に設定し、パの7球団目として戦ってもらう。デフォルトの起用としてはこんな感じに設定。投打ともになかなか強力なラインナップに。ちなみにウルトラスプリントマッチで選出された4名に関しては、今回はスタメンではなくダイソーさん起用をメインに脚力でチームに貢献してもらう。そして監督だが、番組の MC を務めていた爆笑問題の玉が2つある方、太田光氏に任せてみる。それではまずは本拠地京セラドーム大阪で迎える開幕戦の様子をご覧いただこう。開幕投手に選ばれたのは、ピッチング企画で好成績を残したオリックス宮城大弥。だがその宮城は、先頭上川畑にヒット、3番野村にもヒット、4番清宮にもヒットでいきなり満塁のピンチ。すると5番アリエル・マルティネスには押し出しで失点、浅間にもライトへ打球を運ばれ、これが犠牲フライとなって2失点。宮城は制球に苦しむ大勢パターンでいきなり2点を奪われてしまう展開に。しかしその裏、打線は先頭松本剛、2番岡林がヒットを放ちチャンスを作ると、ワンアウトから4番村上がセンター前へタイムリー、1点差に詰め寄ると、続く島内もレフトライン際にうまく運んで、これで早くも同点。さらに佐藤輝明もセンター前へ弾き返してタイムリーを放てば、坂倉のセカンドゴロの間にも走者が生還。そして8番大城は鈴木健也の球を完璧に捉え、この回ウルトラ連合は一挙6点を奪う猛攻で点に成功。続く2回も1点を追加し、これで7点目。日本ハムは3回に3番野村がレフトスタンドへ叩き込んで1点を返してみせるが、5回にウルトラ連合は坂倉の犠牲フライでリードを再び5点差に。
その後、日本ハム打線は立ち直った宮城の攻略に苦しみ、6回途中からは楽天石口直人が登板。収録ではあまり結果を残せなかったが、この日は2回3分の2を1安打2奪三振無失点に抑えると、9回のマウンドに上がったのは阪神湯浅敦樹。ピンチを作りながらも落ち着いた投球で、最後は途中出場の佐野皓大が掴んでゲームセット。ウルトラ連合、打線が早い回から爆発し、開幕戦でしっかり白星を勝ち取ってみせた。というわけで、まずは開幕戦を勝利したウルトラ連合だが、このチーム3年後の2025年にはどれほど強力なチームになっているのだろうか。まずはこの年のシーズンオフまでスキップしてみると、すでに強かった。83勝58敗3分けの勝率5割8分9厘で80億補強のソフトバンクに 7.5 ゲーム差をつけ見事優勝。1年目でこれならば、3年後選手が成長すればさらにえげつない成績を残してくれるはず。というわけで、まずは翌年2023年にスキップ。2023年も88勝51敗5分けで勝率6割3分3厘、2位ソフトバンクに18ゲーム差と独走状態。そしてオリックスは一体何があったというのか。ちなみにこの年ソフトバンクに入団した有原は、古巣日本ハムを相手にノーヒットノーランを達成。ハムファンの皆さん、気をつけてください。続いて2024年の順位表。90勝52敗2分けで勝率6割3分4厘と、チーム成績も右肩上がりで向かうところ敵なしの状態に。これならば3年後となる2025年、100勝超えも可能なのでは。さすがに無理だった。しかし90勝47敗7分けの勝率6割5分7厘でチーム成績自体は毎年向上。ということは選手たちも成長し、圧倒的な成績を叩き出しているのでは。投手陣を見てみると、高橋宏斗が13勝6敗、上沢が12勝6敗、宮城も12勝6敗、東浜も11勝2敗と2桁勝利をマークした先発投手が4名存在。高橋奎二は7勝7敗で貯金を作れず、大瀬良は4勝9敗と苦しんだが、今永がロングリリーフに回っており、8勝12ホールドポイントと勝ち運を見せつけると、セットアッパーの水上は防御率 1.57 で57ホールドポイント、大勢も勝利の方程式の一角として33ホールドポイントをマークし、西口も接戦時を中心に登板、防御率 1.60 と安定感を披露。小野文也はビハインド時登板が多く、目立った成績は残せなかったが、湯浅は防御率2点台後半ながら抑えで45セーブを記録していた。そんなわけで超えぐいとはならなかったものの、全体的に安定感ある成績を残した投手陣。ということは野手陣がえぐかったのか。そんなこともなかった。チーム内首位打者の松本剛は2割8分8厘で、三森は総力が S まで成長も尖った成績といった感じではない。正捕手の大城もそれなりといった感じの成績で、坂倉も能力的にはもっと活躍できるだろうといった成績に。岡林は左投手にめっぽう弱くなってしまい2割4分9厘、牧も2割3分2厘と低打率に苦しみ、佐藤輝明も成長しているはずなのに1年目の頃のような成績。また島内に至っては35歳になり、能力や成績が下降してしまっており、ウルトラスプリントマッチに出場した佐野、高部、並木、中野の4名も中野の14盗塁が最高で、あんまりみんな走ってくれなかった。そしてこのシーズンの後に MLB 挑戦が予定されている村上だが、2割8分3厘29本91打点と打つには打っているが、これまでと比べると見劣りするというメジャー移籍年にありがちな成績になっていた。そんな感じで3年後のウルトラ連合軍は誰一人ヤバすぎるといった成績は残せていないものの、クソ強いというよくわからないチームになっていた。だが実はこの年ではなく2023年にヤバい成績が
記録されていた。果たしてその成績とは一体。村上が57本を打ちました。というわけで、2023年の村上宗隆の本塁打記録更新と2年連続の三冠王にご期待ください。中央線で座るぞ目指せ中野、さまな時だけあれ東中野。